Bonjour! オンライン フランス語学校 Ensemble en français 講師のヴァネーサです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。ああ、来週の木曜日は祝日で休みだった。すっかり忘れて金曜日も仕事を入れてしまいました。ああ、連休にすればよかった。ところで、休みの日と休みの日に挟まれている平日を休みにして連休にすることを、フランス語では面白い言い方をするんですが、ご存知ですか？ Faire le pont. Faire le pont. Faire le pont.Faire le pont. 直訳すると、橋を架けるで、これで連休にするという意味で使います。確かに、休みの日と休みの日に橋を架けて、連休になっている感じがしますよね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンで、お待ちしています。 Au revoir! À bientôt!